今回はお腹が出なくなる3つの腹筋方法ということで紹介していきます。今回の動画を最後まで見れば、朝からお腹が張っている日、食後にお腹が出やすい、そういったことが改善できる方法というのが分かってきます。たったの3回です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が出てる日とお腹がすっきりしてる日ないですか？自分も水分取りすぎた日、塩分多かった日、あまり運動してない日、そういったことがあると次の日お腹が出やすくなるんです。そこで私はいろいろ考えて、今回3つ改善できる方法というのを紹介していきます。各3回です。一緒に真似してもらうことで毎日お腹がすっきりした状態を保つことができます。まずお腹が出やすい理由というのは、実はしっかり息を吐いてない、腰を丸めてない、腹筋を使ってない、この3つが重なってしまうと翌日お腹が出やすいんです。逆にこの3つを行うと、行ったすぐお腹がもうすでにすっきりして、次の日もお腹がすっきりした状態というのが実感できます。理由の一つとしては反り腰がすごく関係しています。腹筋使ってない日、腰を丸めてない日、息をしっかり吐かない日っていうのは、胴体部分の力が抜けてしまってお腹が伸びてしまう、その結果腰が反れてしまう、そういった原因でお腹が出てしまいます。この3つを毎日行うことで必ずお腹がスッキリしますので、ぜひ一緒にやって覚えてください。まずタオルがある方は今すぐタオルを持ってきてください。タオルを使ってあることを3回行います。その後に腰を丸める、腹筋を使うということを行っていきます。それでは紹介します。まずお腹をへこますポイントとしては、お腹をしっかり力を入れる、そして息をしっかり吐くってことがポイントです。そこでタオルを使って口を軽く押さえます。その時に息をしっかり大きい声出す感じでふーっと吐いてください。これを3回やっていきます。しっかり息を吸って、口を押さえてふーっていう感じで息を吐いてください。これですごく腹筋、腹横筋が使われます。腹筋に力入ってるかわからない方は、スマートフォン顔の下を置いてもらって、お腹をちょっとこうやって押さえてみてください。お腹を押さえたまま息をふーっと吐いてみてください。お腹にすごい力が入ります。これを3回やっていきましょう。それでは行きます。しっかり吸って吐きます。3回。2回目。3回目。OK です。どうでしたか？お腹にすごい力入ってたの分かりましたか？この息を吐く、お腹に力を入れるっていう感覚が、このあと2種目意識してやってください。はい、今度はスマートフォン顔の下を置いてもらって、四つん這いです。ここから腰をしっかり丸める、抜く、力を入れる、緩めるってことを3回繰り返します。呼吸はさっきのタオルと一緒です。しっかりお腹に力入れて、腰を丸めながら息をしっかり吐いてください。3回です。いきます。スタート。2回目。3回目。OK です。はい、ラストはクランチから体をひねっていきます。椅子がある方は椅子をここに置いてもらうとやりやすいです。椅子がない方はちょっときつくなりますが、頑張っていきましょう。これを30秒間3回やっていきます。やり方は、体をまず起こして、スマートフォン持って体を横にひねります。横にひねると体が倒れてしまうので、横にひねった後に体をさらに起こしてください。で、まっすぐに戻る。そしたら反対側に倒れるんですが、体が寝てしまうので、横向いた時はさらに体を起こす。これを各10秒間ずつ3方向やります。息はさっきと一緒です。しっかり吐いてください。それでは行きます。横からです。スタート。しっかり体をね、起こして息長く吐いてください。
はい、正面です。しっかり起きて。気長く吐いてください。お腹プルプルしてますか？はい、横。しっかり起きて。すでにね、きついですね。さっきの2種目で呼吸と腹筋を使う感覚が身についているので、すごく腹筋に効くと思います。あと2回です。頑張っていきましょう。横向いた時は体を起こします。スタート。息長く吐いてください。あー、きつい。正面です。しっかり起きて、腰を床につける感じです。頑張ってキープ。はい、反対。倒れたら体を起こす。だあ。いやー、3回目頑張りましょう。ちょっとね、やっぱり辛いですね。頑張ろう。さあ、ラスト。いきますよ、頑張ってください。スタート。しっかり体を起こして、しっかり横向いて。つらい、きつい。はい、しっかり起きて、腰しっかりつけて。あー、うおー、お腹が熱い。ラスト、起きて。腹筋待ってー。お疲れ様でした。いやー、今の3種目、これを毎日行うことで反り腰の改善ができて、息をしっかり吐く腹横筋、そこに意識ができて、お腹をしっかり締める、腰が反れないっていう感覚が体にね、身についてくれます。体は常に今の状態をキープしようとしてくれますから、毎日使うことが大切です。お腹が出る日、お腹が出ない日あるよって方はですね、これを動画を何度も見ながらやってみてください。今回頑張って、しっかり効いたよ、今すでにお腹がちょっと引き締まったよって感じのね、感覚わかる方はね、よかったらグッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。